始まるよ。夏だ、川だ、川遊びだ。水遊びだ。やったー。どうも、スリアルリーダーとユーとフジです。よろしくお願いします。さあ、あいにくの天気なんですけれども、川に来てしまいました。ついに川企画が始動ですよ。まあ夏だしね。もう念願待ちに待った川企画、今回やっていくんですけれども、何をするかってところですよ、うん。ただ川でこうやってじゃれやってる姿見たって、クソも面白くない。男3人が楽しい。ね。そんな絵いらないということで、そうだね。ちょっと今回あるゲームをしましょうか。題して、なんだこれ。トンネルズのスポーツは俺らでやってたゴルフあるじゃないですか。一人が丸い円の中にいるんですけど、島の地点に立ってね。そう。そこに打ったのをキャッチする、それ落ちたらダメっていうのをゴルフじゃないバージョンで今回やっていきます。島の中で物キャッチゲームだね。そうだね、はい、島用意できなかったんで石の上に立ちます、はい、そうですね、ずぶ濡れになる我々をご楽しみください。よろしくお願いします。では早速入りますか。川だ、水だ、夏遊びだ。俺で言われた、順番決めるわ。リアルの今絶賛怪我中なんで、でも参加できないってことも重症なんでね。オフリードやっていきますね、はい、行きましょう。最初はグー、はい、これ、はい、これ、はい、これ、はい、やったー、先行です。おお、ここね、高校。よし、ビーチボールとサッカーボールとバドミントンの羽があるんですけど、サッカーボールが一番距離遠くなります。今ここに僕が乗るんですけど、ここと今リュウドウがいる位置だったら距離が近いんで、このバドミントンの羽ちょっとずつ伸ばしていきます。いいですか？はい、じゃあ最初まず何にしますか？オッケー、行こう、行きます。いや、怖っ。3、2、1、スタート。うわぁ、わっわっわっ。じゃあサッカーボールでの挑戦いきたいと思います。これはまあ余裕でしょ。ビーチボールいきますか。ルール変更します。ストーリーは投げる側はここで固定で、受け取る側はどこでもいいから、自分の限界を知ってもらいたい。行きます。お、この辺で落ちに行くことを覚悟した。もうちょっと全部ビーチボールにします。うわー、結構あるよ。おかえり。お、すごい、なんかいいよ。生えてる生えてる。うん。あ、映えてる。こっちは生えてるわ。めっちゃ深かったよ。思ったよりね。待って、何個いった今。やばいね。だいぶ深い。宇治で頭なくなったからね。次、流動でいきますか。いいよ、待って。ちなみに宇治の記録が5。じゃあ、ファーストチャレンジいきましょう。2回ダメだからね。キャッチだよ。はい、どうぞ。2回目。あ、ちょっと。ね、第2ブロック。3、2、1。おっと、耐えた。じゃあ、第3ブロックいきます。いきます。3、2、1。おお、ナイスボール、ナイスボール。第4ブロック。準備いいですか？はい。3、2、1。
うわっさあ、ここで宇治の限界だった第5ブロックいきます。さあ第5ブロックこれ勝とう。いいですか、いきます。3、2、1。耐えれなかった。ユニフォームかっこよくなったね、ピチピチで。あの色好き俺。エンジ色してるの。うん。お前怖いもんなっちゃう。テクトから行く。テクトから行く。いなかったー。お疲れ様でした。いやー。いやー。はい、結果まあちょっとルール変更しながらにはなったんですけど、リュウドが4、フジが5。一応ウジの勝ちっていう形になるのかな。そうね、耐えきれなかった。下手なもん投げんのもう。いやいや、そんな深くないと思うんだよ。余裕だと思うんだよな。初飛び。じゃあ行ってみる。あ、全然いいよ。余裕だ。あ、いいよ、一旦そこまで行こう。俺そんなにね深くないとは思うんだよ。どうでしょう。危ね、どういうお笑い。見てやろ、セクシーでしょ。おしっこすんなって。おしっこすんなって。お前それやめろ、お前やばいぞ。やばい、お前危ない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 。シンプルにやばかったよ。結論まだ川は寒いですね。寒いね、寒い。よし、じゃあ帰るか。帰るか。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。お疲れさまでした。逃げろ。